マリーアンヌ・リベールは、ベルギーの植物学者、歴史家、考古学者、アルデンヌのインカ植物の研究で、ヨーロッパ中に名声を轟かせた女性である。1782年4月7日、マルメディの裕福な比較業者、アンディ・ジョセフ・リベールと、妻マリージャンヌ・ベルナディーヌ、マリエジャンヌ・バーナディーン、旧姓、デュボアの間に13人兄弟の12人目として生まれる。 マルメディはアルデンヌ高原の北端に位置する小さな町で神聖ローマ帝国の中でスタブロ・マルメディ修道院領として独立していたが彼女の生涯の間にフランス革命戦争によりフランス領となりウィーン会議によってプロイセン領になるなど変遷が激しかった。両親はすぐに彼女の才覚に気づき12歳の時にフリムの ボーリングスクールに入れてドイツ語や算術を学ばせた。またプリュームのベネディクト修道院でバイオリンの稽古もしている。彼女は博物学に興味を持ち、マルメディに戻ると周囲を散策しては植物や鉱物を採集し、父の書斎の書籍を調べるためにラテン語を習得した。その植物標本をベルビエの医師、植物学者アレクサンドル・ルイル・ジュヌに見せたことがきっかけで植物学に 本格的に取り組むことになる。ルジュヌは北フランスの植生調査のために、ウルト川地域の植物目録を準備していたので、彼女にマルメディ周辺の鉱山植物の標本作成を依頼し、それに必要な文献を提供したのである。ルジュヌのレビューでラフローはデアンビロンでスパに挙げられたイカンタバ植物の多くは、彼女の手によるものである。1810年、 当時、モンペリエ大学の教授でベルギーを調査、旅行中だった植物学者、オーギュスタン・ピラミウス・ドゥ・カンドールに出会う。彼女は、ルジュヌと共に、ドゥ・カンドールに同行したが、ドゥ・カンドールは、彼女の知識や能力に、また、アルデンヌの植生の豊かさに驚き、これまで注目されなかった、この地域の研究を彼女に進めた。彼女は進めに従い精力的に標本を集め、 その成果は1830年から1837年にかけて出版された彼女の主張プランテクリプティニアミッキー、クワス・イン・アジューナ・コレジェットにまとめられている。これは4巻からなる標本集で、シダ、コケ、草類、金類、地衣類など400点が含まれ、それぞれにラテン語の説明が付けられている。編集や刊行に際しては、ルジュヌが大いに協力している。 これにより彼女の名声はヨーロッパ中の植物学者たちに広まり、プロイセンのフリードリヒビルヘルム3世からメダルを授与されるほどであった。1837年、標本採集に必要な体力の衰えを理由に植物学から地域の歴史や考古学に転向した。しかしこの分野では専門的な資料や最新の知識が手に入れられず、間違った考察をすることになる。 大きな貢献をしたとは言えないが、彼女の集めた資料は、リエージュの歴史資料館に収められている。なお、彼女の兄弟は成人した9人のうち結婚したのは3人、だけで、マリーアンヌラ6人は家に残って親から受け継いだ、比較業を発展させている。また植物学の第一線を離れた後でも、訪れる植物学者たちを、マルメディ周辺に案内するなどしていたという。 ニュージーランド原産のラバー社グランディフローラ1925年、マルメディの通りに彼女の名前が付けられた。またイ・ボクサーやメゾクなど6つの族と多くの種が彼女にちなんだ名を付けられている。リブは植物の学名で命名者を示す場合にマリー・アンヌ・リベールを示すのに使われる。ありがとうございます。